でもまだ何もね依頼とかされてないからほっとこうかな。言われたら探そうかな。そして主バッジ無事にゲットできたんで次のところに進んでいこうかな。この辺ってなんだ、この辺って全然行ってないけど、でもバッジとかがあるわけじゃないから行きたい人は勝手に行けばみたいな場所かな。とりあえずこっちのナペ山の方に戻っていくか。そしてここを目指しますかね。スターダストストリート、フェアリーの段バッジ。なんかどっかから雪山に登れるとこあるかなって思ったけどないから、崖登り使っていく。おや、なんだここは、トンネルがあったぞ。ちょうどいいところにトンネルあってびっくりした。あれはアルクジラの親分じゃん。欲しいです、欲しいです、欲しいです。ちょっと回り込ませてくださいね。え、怖い。結構強いんですけど、びっくりした。回復したい。これ以上攻撃したら殺しちゃいそうだ。自己再生とかしないでね。あー、ステミタックルはやめて。死んじゃうから、死んじゃうから、死んじゃうから。あ、なんかメロメロになってる。メロメロってどういう状況。あー、ダメージ受けた。生きて、生きてる、生きてる、生きてる。もうダメダメダメ。やばい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 。殺される、殺される、殺される。待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あー、ステミタックルさー、死ぬでしょう。もう一回で、あれ、生きてる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 。よかったよかった。あ、やった。あー、よかった。安心安心。マジで焦った。この辺にいる子みんなさ、突進とかさ、自己再生とか使ってくるから油断ならないわ。そしてなんだ、今のアルクジラの親分に気を取られたけど、ここはどこなんだ。ただこっち側に出てきただけって感じ。すんごい追っかけてくる。あ、でもなんかここ降りてってもいけるかな。あ、でもこのポケモンセンター行きたいんだった。そうだそうだ、この遺跡みたいなとこも気になるし、 あとこのまん丸のなんかバイキンマンみたいなやつと、このなんか氷のガみたいなの、どっちも捕まえてない。これ捕まえてからこのポケモンセンター目指すか。さっきまん丸バイキンマンいたよね。あ、いた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 、いたよいたよ。そんなに珍しい子でもないのか。鬼氷、これなんだ、ただの氷じゃないのか。殺しちゃいそうじゃん、危な。電光石火じゃ死なないかな。え、なんかでもちょっと怖いな。急所に当てたとかって言われそうだからやめとこう。よし、捕まえた。あ、ただの氷のポケモンだ。え、顔面ポケモン、そんな名前の付け方ある。確かに顔面ではあるけどさ、顔面だけではあるけど、顔面ポケモンって。あ、氷のガもいる。氷のガちょっと下に降りてきてよ、下に降りてきてって。あ、やばいやばい、雪目の子に追いかけられてる。氷のガはそれ、あ、ここにもいるわ、ここにもいる。よしよしよし、やば、強い技やってきた。怖いよ。同じくらいの強さだね、私たちね。え、ちょっと待って。今なんか、待って、私のさ、ミライドンちゃんにさ、鬼氷がもろかぶりしてなかった？ねえ、一体化してるよね、ちょっと。お、今のクリティカル、いい方のクリティカル。なんかあれ出ると絶対捕まる。あ、氷と虫。これなんかピクミンに出てくるウジンコみたいなやつの進化したやつだと思う、確か。氷のウジンコみたいな。そうそう、雪はみ。ねえ、一体化してたの待ってたんでしょ、私がさ、戦い終わるの。よし、捕まえたいポケモンは捕まえましたので、こっちに向かっていこうかな。このポケモンセンター目指すよ。で、道がよくわかんないときはこういうことしてもいいんでしょ。のしのし上がっていく。あ、でもなんか上がっていく方向間違えたかも。ですがコレクレイがいました。無駄じゃなかった。方角としては
うんと、あっちの方か、あっちの方、とりあえず高いところに登るか。方向音痴は高いところからまっすぐ行った方がいい。え、あー、びっくりした、ハカドッグがなんか出てきたと思ったら。最短距離を攻めていく。よし、絶対ここ以外に道があると思うんだけど、厄介なところからあえて行ってる気がするな。結構高いとこ来た。あそこはなんか湖みたいな感じかな。すごい寒そうだけど水の中に入る。滝怖い。あ、あそこにちっちゃい遺跡がある。遺跡があったからなんだという話なんだけど、あ、このポケモンセンター結構低いとこにあるね。じゃあ、あそこの遺跡に立ち寄っても良さそうですね。遺跡に立ち寄るってほどの遺跡ではないけど、遺跡にしかいないポケモンとかもいそうじゃん。ということで来てみました。いつも通りスリーパーがいるぐらいかな。でもコレクレイもね結構いるから回収していきましょう。何に使うか分かんないまま集め続けているコレクレイのコイン。そんなに珍しいポケモンはいなさそうだ。川の反対側に渡ってきてみた。こっからポケモンセンター行ってみましょうね。あんなとこにいるのか。ずっとコレクレイの声がすると思っててさ、この屋根の上にいる。どうやって屋根の上に、ちょっとあれか、これちょっと高いとこ行ってからか。登れそう。あ、ここ登れるんだ。ずっと声がすると思いました。よし、ポケモンセンターにも寄れたんで、あそこのスターダンのアジトを挑んでいきますか。で、フェアリータイプの使い手ってことだから、ちょっとメンバー入れ替えるか。よし、ちょっと入れ替えました。多分ね、鋼と毒がいれば大丈夫だとは思うんだけどね。少し多めに得意なタイプを連れていく。じゃあ行ってみますかね。あ、ネルケが来るか。相変わらず寒そうだね、ネルケ。足がトコ。スターダスト大作戦進んでるな。残るボスは2人か。この作戦のおかげでいろんなことが見えてきて助かってるぜ。ところでトコはカシオペアをどう思ってる？え？カシオペア？なんかマジボスなんじゃないかって途中まで思ってたけど、最近ちょっとどうかわからない。なんだ？怪しい。なるほどな。俺はな、カシオペアがスターダンを恨んだり憎んでいるとは思えない。あ、それは同意です。なんとなくそんな感じするよね。あいつがダンを解散させたい本当の理由は一体。そろそろ見張りに戻るぜ。アジトに挑むなら呼んでくれよ。呼んでくれよって言ってくれたけどさ、何、どうすんの？呼んだところでどうすんの？あれ、誰？おじさん。それではまた後ほどピアノのお稽古の時間に。坊ちゃまによろしくお伝えください。あ、ここのさあボスってなんかお坊ちゃまなんだっけか。あ、わかりました、犬ヶ谷さん。ジーヤか、この人。おや、あなた様も坊ちゃまのご学友の方でしょうか。坊ちゃま？さようでございますか。ご存知ないかもしれませんが、ここはオルティガ坊ちゃまが率いるフェアリー組チームルクバーのアジト。あ、あの、そういうの勝手に教えないで一応秘密なの？こんなにド派手なアジトなのに。大変失礼いたしました。このお方はどちら様なのでしょう。多分私たちの敵です。なるほど、ということは坊ちゃまの敵ということでそうなりますうむ、なるほど、そうであればちょっとどっち選んでも同じじゃんね、これね。え、
私と一戦願えませんでしょうか。あらららら、ジーヤと戦うことになるの。いいよいいよ、やってやろうじゃん。同じタイプ使ってくるでしょきっと。犬ヶ谷さん、ギモ、あそうだね、これもフェアリータイプだけど、今までと一緒でさ、何々タイプ使うって言っても2タイプのやつ連れてきたらさ、読み切れないよね。とりあえず効果は抜群使っていきましょうね。強強、あ、相手のレベル見てなかった。いくつだったんだろう。テブリム、そのまま戦えます。あーかわいい、めっちゃかわいいな。レベル49か、全然余裕ではある。わーでもただのフェアリーじゃなくなるとさ、効果は抜群じゃなくなっちゃうんだ。水曜、本当に強い。千葉コイルちゃんありがとう。これはこれはいや強いでしょう、最近の子供は。お見事ですな。我が主オルテガ坊ちゃまは私以上にやり手ですので、ご注意くださいませ。それでは失礼いたします。お、お疲れ様でした今の紳士はね、アカデミーの前の校長みたいなんだけど。あ、そうなんだね。今はボスの教育係らしくて、時々ボスを迎えに来るのよくわかんないで喋っているのかな、下っ端くんで話してる場合じゃなかった。君が敵だと確信したので私は報告してきます。いってらっしゃい、お疲れ様でした。ちゃんと挨拶できて偉いな。ロト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 、カシオペアか。見張りに対処できたか。なんとか倒したよ。そのアジトの主はスター団フェアリー組、チームルクバー。ボスのオルティガはスター団メカニック担当。へえ、そうなんだ。ボスの中では最年少だが腕は確かだ、侮るなよ。彼は基本的に自分より他人に行動させる司令官気質だが、少しプッツンしやすく、怒るとボス自ら戦地へと乗り込んでくるだろう。やはりひたすら下っ端たちを倒していくしかない。オルティガが現れるまで下っ端たちの猛攻をしのぐんだ。準備ができたらゴンゴン鳴らして大作戦開始。チームルクバーに勝ち込んでくれ。了解だよ。下っ端の猛攻に耐えてくれとは言うけどさ、またコレクレーの声がするな。どこにいるんだコレクレー。いた、やっと見つけた。そうそう、下っ端たちの猛攻に耐えてくれとは言うけどさ、こっちはさフェアリータイプに対策してきてるんで、いつも猛攻を受けてるって感じじゃないんだよね。とりあえずダンラッシュ挑んでいきましょう。緊急事態、スターダスト大作戦のトコ発見。直ちに体勢を整え、ボスをお守りするのだ。10分以内にこっちのポケモン30匹倒されるまでボスなしで相手させてもらうぜ。望むところだ。30匹ね、余裕なんですわ。頑張れ頑張れ。とりあえず1匹ずつ派遣していくか。なんかデカヌちゃん、デカヌちゃんがあんまりダンラッシュで効果を発揮してない。やっぱりデカヌちゃん自身がフェアリーだからかな。あー、カヌちゃんたちもいる。使ってくるかもしれないね。いけいけ。フェアリータイプの敵がかわいすぎる。もうちょっとで30匹倒せるぞ。あと1匹、あ、終わった。早っ。守りきれませんでした。そろそろボスの出番です。なんか一瞬で終わったわ。かわいい、めちゃくちゃかわいいな。え、こういう夢川みたいなのが好きなの。え、かわいい。
い、どうしよう、めちゃくちゃ生意気そうなのにめっちゃ可愛いな。へえ、ふーん、お前がどこなんだ。正直予想外だよ、もっとごついの期待したのに。ま、誰でもいいんだけどさ、俺が負けるとかないし、フェアリータイプの可愛くないとこじっくり体験していけばいいんだ。めちゃめちゃ生意気だけど可愛いな。え、可愛い。ここまで振り切ってるとまたいいよね。あの氷タイプのジムリーダーはなんかどうしても嫌だったんだけど可愛がってやるから吠え面かいて帰れよ。口悪マリルリちゃん可愛いな。でもレベル上げてきちゃったからな、レベル50くらいでちょうどよかったんだけど、上げすぎたわ。しかも鋼で対抗しようとしたのに。放電の方が効果は抜群なんだ。強っ。ごめんねマリルリちゃん。バウッチェル、ちょっと入れ替えてみるか。磁場コイルで無双してもいいけれど、ストリンダーの毒でちょっと戦ってもらおうかな。バウッチェルってフェアリー以外なんかあったかな、忘れちゃった。出た、焼いたパン。毒が効果抜群、ちょっとギアチェンジ、ギアチェンジしたい。あ、やばい、そっか、電気だから地面の技使わないで。力の差思い知った、降参するなら今なんだけどニッコニコしてるな。それはこっちのセリフなんだよ。このギアチェンジっていいんだよね、素早さぐーんと上がって攻撃も上がる。ちょっとお気に入り。これで毒付きしていく。え、当たらなかった、嘘でしょ、そんなことありますか。地道に泥陰で殺されるかもしれないけど。命中率下げられてるのか、そうか。当たった当たった当たった、よし、力の差思い知った、降参するなら今なんだけど次は何を出してくるの、プクリン。じゃあどうしようかな、入れ替えようかな。かわいいデカヌちゃん出しちゃおう。わあ、プクリンいいな、欲しいなプクリン、めちゃめちゃかわいいプクリン。ごめんだけどデカハンマーやらせてもらいますオーバーキル気持ちよすぎる。はい、ブロロローム来ました。これは鋼とフェアリーでしょ多分ね。は、おかしいだろ、なんで俺が追い詰められてんだよ。鋼とフェアリーってことはあれか、あ、ミストメーカーしてる。デカヌちゃんと同じタイプだよね多分ね。そしたら本当は地面が効くけど、あ、でも鋼じゃないのかな。なんかさ、ブロロロームっていうポケモン自体は鋼だから、鋼プラス何かになるんだと思ってたんだよね。ただのフェアリーになるのかな、そうしたら。それだったらこのままデカヌちゃんでもいいか。今デカハンマー使っちゃったから使えないので、ラスターカノン使っていくか。うん、強い強い。アイアンローラー、鋼は効きません、残念です。そしたらラスターカノンで十分倒せますけど、デカハンマーが好きすぎるんで使わせていただきます。いけデカヌちゃんへっちゃんこ、へっちゃんこにした、強い。オルティガコテンパンにするの気持ちよすぎるなめっちゃ怒ってる、かわいいダンダ踏んでた、かわいすぎる。なんで負けるんだ、なんでなんでなんでだよ。1年と数ヶ月前、もうなんでだよ。あの車もどき全然動かなかったな。スターモビルね、車もどきって名前じゃない、徹夜して作ったんだよ。あ、オルティガが作ったの、すごすぎ。そうなんだ、明らかにパワー不足だよ。カルボを2匹で動かすにはスターモービルが重すぎる。これが動けばいじめっ子も絶対びっくりするのにね。ごめん、こんなはずじゃ。落ち込むことはござらぬ、かような傑作をハンドメイドとは、オルティガ殿は誠に天才。動かなくちゃ意味ないじゃん。
こんなことならママに頼んで車買ってもらえばよかった。まあまあそんなこと言ってるから舐められんだよな。メロコやめとけって。やめねえよ。親とか金とか頼るのやめるって段作った時を起点にしたろ。そうだったんだ。動かねえなら動くようにすりゃいい。パワー不足なら出せばいいだろ。でもどうするの。カルボを育てて進化させる。その火力をスターモビルに使う。あーなるほど、それでメロコちゃんはカルボちゃんを育ててたんだね。ソーブレイズくんになれば使えるかもしれないっていうことだったんだ。スター大作戦まで残りわずか。間に合うでござるか。間に合わせる。メロちゃん。メロコもさ、口はともかく悪気があるわけじゃないよ。知ってる。なんだよ畜生。畜生、負けて悔しいのにお前を認めてる俺もいる。負けたらボスを降りる。掟を破るのはダンに対する裏切りだもんな。仕方ないからやるよ。光栄に思えよ。ありがとう。かわいい。オルティガかわいい。オルティガ坊ちゃんかわいい。ただでは返さない。俺のお気に入りも持ってっとけ。ありがとうございます。マジカル社員好き。言っとくけどお前すっげえすっげえムカつくかんな。でもすっげえ強いのも認める。俺のスターモービル壊すとか。ごめんぺっちゃんこにしたもんね。オルティガ坊ちゃま。チーヤ、ピアノの時間か。お迎えに来たんでしょ。今ちょうどボス引退したとこだし、そろそろ家にも帰るよ。いえ、坊ちゃまにご紹介したい人がいるのです。え、なになになに。あー、ネルケ。私のちょっとした知り合いです。いやー、 OB じゃん。ちょっと、そっか、そうだよね、そうか、ここつながってるか。そうだよね、校長同士だもんね。ネルケと呼んでくれ。ふーん、目的は何。アパレル会社の御曹司。そんなあんたがなぜスター団に。アパレル会社ってもしかしてトコが今身につけてるブランドのさ、会社の御曹司ってことかな。めちゃめちゃ高いブランドあるもんね。いきなり質問なんて無礼だね。そんなの他の団員と同じだよ。俺もいじめられてたから。やはりアカデミーにいじめはあったのか。知らないのも無理ないよ。今の学校は平和そのものだもん。いじめっ子はまとめて学校からいなくなったし。あ、そうなんだ、もういないのか。どういうことだ。それについては前校長の私からお話ししましょう。ジーヤ、およそ1年半前スター団は自分たちをいじめた相手と騒動を起こしました。大事にはならなかったものの前代未聞の事件です。それがきっかけでいじめの加害者だった生徒たちはアカデミーを辞めていきました。結構な事件になってるな。そんな記録アカデミーにはありませんでしょうね。記録は当時の教頭が消してしまいましたので。あら、まあ証拠隠滅。記録を消した。ああ、なんということでしょう。スター団への対応に悩む私の前にある生徒が現れました。その生徒は団の責任は全て自分が取ると言いました。引き換えに仲間たちの処分の免除をお願いしてきたのです。それって、そんなの聞いてない。私はその願いを受け入れ、スター団の処分を見送りました。そしてその生徒には1年半の留学を言い渡しました。1年半、留学？処分の代わりです。スター団はいじめの被害者です。心のお休みを取っていただきたくて、留学という名目でご実家のガラル地方に帰省してもらいました。そんな矢先、当時の教頭が自身の責任から逃れるため事件に関連する記録をサーバーから消してしまったのです。なんてことを。隠蔽されていたのですか。もちろん教頭には叱るべき対処を行いました。しかしその行為を止められなかった私や他の先生も同罪です。責任を取って私は校長という職を引退し、当時の先生方も全員一緒に辞めていただきました。とんでもないことになってるね。すごいことが起きてたんだな。それで1年半前先生たちが総入れ替えになったのですね。ご迷惑をおかけしましたね。ジーヤ、どうして今になってそんな話を。坊ちゃまもスター団も今のままではよくありません。何かきっかけになればと。
今さら仲間を裏切って俺だけ学校行くなんて考えられないよ。スター団のみんなが大事なのですね。当たり前だろ、俺の宝物だもん。宝物、宝物か。寝るけどどうにかしてよ。やりきれないじゃん、なんかこの感じ。トコ、オルティガからボスのお菓子ダンバッジをもらったようだな。ふむ、確かにこれでボスがいなくなったチームルクバーは終わりだな。オルティガ、すまないな。いよいよ残るボスは一人。作戦がうまく進んでいるのはひとえにトコのおかげ。ネルケもサポートとしてとても活躍してくれている。トコとネルケは知り合いと言っていたが、付き合いは長いのか？そんなに長くはない。3ヶ月ぐらい。いずれにせよ頼もしい友人だな。まるで昔のみんなみたいだ。昔のみんな、カシオペア、やっぱり。学校でいじめられてた子たちがスター団を結成したことは知ってるな。団を結成し、しばらくしてボスたちはいじめっ子たちと全面対決を行った。結果はスター団の大勝利。いや、勝負にもならなかった。いじめっ子たちは皆戦いを放棄したんだ。そうだったんだ。スター団を恐れた彼らは次々と学校を辞めていき、そのせいで団員たちは周囲に悪い印象を持たれてしまったんだ。あー、ちゃんと対決して勝てばね、よかったんだろうけど、逆にいじめ返されたみたいな感じになっちゃったのか、周りからしたら。余計な話だったな。約束の報酬だ。トコのスマホに LP をチャージしておこう。ありがとね。あと技マシンね。ありがとうございます。技マシンを使いこなして残りのボスも頼んだぞ。追加報酬は補給班からもらってくれ。ボタンちゃん来た来た、久しぶり。来たけどやっぱり出てくるんだよね、ミライドンちゃん。グア、あなたは出てくんな懐いてるから仕方ないんだわ。ボタンちゃんのこと好きなんだって。すいませんね、うちの子が。へえ、スター団そんなことがあったん。いじめをなくしたかったのに今では自分たちが恐怖の対象。マジウケる。先生も生徒もバカバカ。みんながいじめられてた時、他の誰か一人でも気づいてたらスター団は悪者じゃないよってすぐに分かったはずなのに。そんなバカバカな学校で戦ったってみんなバカ見るだけなのに。スター団なんか作っちゃってマジボスってのもきっとどうしようもないアホだよめちゃくちゃ言うじゃんそんなことないと思うよ。そうだよ。ん、今回の報酬ありがとう。次は最後のボス、トコ頼んだ。最後のボスか。